どうもですね、今ね、本屋のね、近所の本屋のね、ツタヤって知ってますよね、みんな。皆さんが知ってるツタヤね。ツタヤに行かせていただいた時の店員さんのね、対応とかね、そういうのを見てね、僕としてはね、はっきり言いまして、ちょっと残念な店員さんやったんですけれども、対応があまり良くなかったんですね。で、その時ちょっと実感したのが、こういう言葉があるんですよね。愚者。愚者は、賢者からも、学ばず賢ってことかな、ここか。賢者は愚者からも学ぶっていう、言葉があるんですっていうのは、ダメな人というか、こう残念な人はね、その賢者、しっかりこうできている人からも、学ぶことをしないですが、賢者っていうのはそういうダメな人からも学ぶという、いう言葉があるんですね。ほんでね、ですね、僕がちょっとね、商品を予約しに行ったんですけども、その商品が扱ってないっていう時の対応がね、ものすごくね、扱ってないしゃあないやろうがっていう感じの対応やった、女性の方やったんですけど、対応やって、なんていうんですかね、その、こちら結構気分悪くなるんですけども、その方のね、そういうダメなエネルギーにね、引っ張られて、こっちまで気分害するっていうのは、僕がまだまだちょっと、修行不足のところもあるんですけども、そういうところからね、僕もね、そういう人からも学んでいこうかなというふうに思いました。やっぱり僕も接客業をしているんでね、失礼がないようにね、対応していきたいなと思いました。こちら側が、正しいことを主張しているから、しっかりそれを主張したらいいんやっていう感じで、接客したら、やっぱり、接客業をやってる人間としてはやっぱり、失格というか、あまりよろしくないなというふうに、思いました。まず相手の、ね、気持ちを汲み取ってですね、それに対して噛み砕いて、説明するというか、穏やかにね、そのなんかそうやって、それできないんですっていう感じでこうグッとこうね、自分の主張だけをねするっていうんじゃなくてね、僕はね、お店は自分一人でやっておるんで、自分一人でやってる、何の看板もない、僕のお店の看板以外はないんですよね。その方はツタヤっていうものに守られていて、ほんで時給もちゃんと発生していて、ほんで800円か900円か1000円か知らないですけども、発生しておるんでね、全然そういう主張、そういうことを考えずにできるんですね。ただそういうことをしてると、接客の、ね、レベルっていうのは全然上がらないんで、時給800円900円1000円の、レベルのまま、これからもその方、その女性の方は過ごしていかれると思うんですけども、僕としてはね、そういうところからね、やっぱり1段上2段上へこう進んでいかなあかんと思うんで、そういうとこからもね、しっかり、学んでいきたいと思いました。もうちょっと細やかにね、僕もだから接客をしていかなあかんなと、もっともっとこう深いところをね、見ていかなあかんのやなというふうに思いました。今日もね、だから車出してね、わざわざ行ってるんで、それがそういう対応やったら、やっぱりちょっと、あの店ちょっとないなっていう感じにはなりますよね。ただツタヤなんで、潰れることはないとは思いますけども、あの人は個人経営でやっておられたら、ああいう対応の仕方は絶対しなかったと思うんで、基本的に言うと、もうそういう自覚がない対応なんですよね。でそういう、だからそのレベルと僕を比較するのはちょっと間違ってるんですけども、そういうとこからも、学ばなあかんという、賢者は愚者からも学ぶと、ダメな人からもしっかりそれを吸収して学んでいくということをしないといけないんで、今日のね、ああいうのを見た時にね、やっぱ自分が正しいから正しい主張をするだけやったら、こうぶつかり合うだけなんでね、特にね、お客さんに対してそれをするっていうのは、やっぱり全然なんかこうお門違いというか、間違ってると僕は思います。それがだから時給、1000円以内の人のね対応やとは思いますけども、
だから僕はやっぱり、そういうところから学ぶとすることですね。だからもっともっとその、高いところを目指していかなあかんなというふうに思います。それとですね、そういう対応されたことによってね、僕が気分を害するっていうところが僕の、まだ本当に修行が足りないところ、それを、何もなかったようにちょっと、そよ風が吹いたぐらいの気持ちでね、過ごしていけるように、なっていきたいなと、もうちょっとね、そういう意味では、感情をね、まあ、たとえ心の中で動いてもそれをこう発したりはしないようにするっていうことをねしていきたいと思いました。勉強になりました。ありがとうございます。